シャイニングスター童話劇第2話アラジン。道を歩いたナラはランプを見つけました。拾ってみるとランプが汚すぎでした。それでまた捨てたのに、その中で腹立った人妖精が出ました。ランプは妖精が閉じ込められた魔法のランプだったのです。人妖精は一石小言を言った後、一旦出たから願い3つを叶えてあげると言いました。奈良は最初の願いでお腹が減ってるから食べ物を出せと言いました。人妖精は奈良が作ったお菓子をあげました。2番目の願いはヒャのお兄ちゃんに会わせてくれと言いました。人妖精は魔法でパパッとヒャヌの等身大を作ってあげました。ナラは最後の願いでアイドルになってミューズになりたいと願いました。人妖精はそれは魔法では叶えないし、自分で努力しなければならないと断ったのです。その代わりに人妖精はナラのマネージャーになりました。めでたしめでたし。おしまい。